ディナモザグレブの DF 小木原拓也がチャンピオンズリーグ CL でいきなりインパクトを残した。17日、2024から25シーズンの CL が開幕。新たなフォーマットに変更となった今大会がついにスタートした。今シーズンの CL には10クラブ12名の日本人選手が参戦。ディナモザグレブの小木原はバイエルンとのアウェーゲームに先発出場を果たした。 過去に優勝経験もあるビッグクラブとの対戦に。試合は前半だけでバイエルンが3ゴールを奪い、ディナモザグレブにとっては苦しい展開となる。それでも49分に1点を返すと、直後の50分に小木原が見せた。ディナモザグレブは自陣からビルドアップ。そのビルドアップの出口となった小木原はヨシプミシッチにボールを預けると、猛然と前線へ駆け出す。 すると、ミシッチからのスルーパスを完全に抜け出して受けた小木原は、GK スベン・ウルライヒとの1対1で股間を通す見事なシュート。冷静に流し込み、1点差に迫るゴールを記録した。CL デビュー戦、そしてバイエルン相手に見事なゴールを決めた小木原にファンは、これはすごい、CL でゴールする日が来るとは、また抜いてる、バイエルン相手はすごい、上手すぎでしょ、とコメントを寄せた。 連続ゴールで1点差としたが、ここからディナモザグレブには悪夢が。バイエルンを本気にさせてしまったのか、後半だけでハリー・ケインにハットトリックを許すなど4ゴールを決められると、終わってみれば9対2の惨敗。小木原は73分に途中交代し、ほろ苦い CL のデビュー戦となった。